マイクラで一番難しいゲームモード。ほとんどの人が1回でも死んだら終わっちゃうハードコアって答えるかもしれないけど、クリアする難易度が一番高いのはアドベンチャーモード。このモードはブロックを壊したり置いたりすることができないから、ブロックを壊したかったらクリーパーの爆発とかを利用しなきゃいけない。でもモブとかエンティティには干渉可能だから理論的にはクリアできるはず。ただブロックが置けないということはエンドラを通すにはほぼ必須のネザーへ行くためのネザーゲートも作ることができないから、すでに完成してる廃校したポータルを見つけるしかない。もっと言えばこのモードではエンダーアイをはめることもできないから、すでに完成してるエンドポータルを見つけるしかない。無理ゲーすぎる。でもこれが